はい、今回ですけども前回の佐々木さんに引き続き今回もまた福福堂の3000円オリパンをやっていきたいと思います。で、今回なんですけども前回と一緒で今回も30口買ってきてます。まあリベンジですね。前の結果はね、昨日の動画見てもらったら分かるんですけど、まああとプラスで僕2日前ぐらいにちょっと歯を抜いて2本、全部抜いたもんね。いや全部抜いたら飯食えないじゃないですか。俺がさ今歯もう1本ないじゃない。そうっす、だからマジで本当に僕今離乳食とか食べてるんで、おかゆとかパクパクしてるんで、ね、はい、なんで僕今ちょ歯がない状態でちょ口の中今見せられないんでちょマスクさせてもらってます。まあ今しかも口の中めちゃくちゃ血の味しますからね、すごいっすよ。だって歯1本ないと全部歯茎でしょ。そうっす、でも今笑えないんですよ僕、表でパクパクするからね。パクパク、あの、そうそう、入れ歯入れないといけないなと思ってる。まあそんなこと置いといて、今回もね、まあ、この辺に画像出してきます。3000オリバの当たり枠で、まあ当たりがなんじゃもとかミモザとかアセロラとかがいるんで、それを狙いたいと思います。ではやってみます。キハダはいいの？あ、キハダが一番欲しいですよ佐々木さん。キハダ一番、なんかキハダが僕的にはキハダめちゃくちゃ推してるんで。そうなの？はい、キハダめっちゃ好きなんで、やっぱ青髪じゃないですか、確かにね。はい、やっていきますね。1パック目、これ出たらやばいぞマジで。ワンチャンあるからな。はーい、音盤です。音盤はでも地味にかっこいいんだよな、結構好きなんだよな俺的に。おお、来た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 、タレナチャンスね。早速これ引いちゃいますよ、一発目からいきます。はい、うえいきます。はい、うえ早いって。佐々木さん来た、早いって。スズナ今いくらぐらいするの？結構高いよ。ですよね、うん、これでしかも絶対当たり枠なんで。よし、さっさか引きました。やば、美少女系の当たり結構テンション上がるな。やっぱ幸先良すぎません？うわマジでこれワンチャンあるな。あ、来た、サエさん、ドクロ。なんでや。うわ嬉しい、マジで。お、高そう。え、当たり、当たり、当たり、え、当たりですか？これ当たり、やったー。絶対。え、ちょっと見ていいですか？見たことあるもんこれ。え、本当っすか？でもあの絶対当たりが入ってる。画像には載ってない可能性あるんじゃないですか、もしかしたら。確かに高そうなんだよな。まあスズナはもちろん載ってますね。スズナは載ってるが、リザードンがいませんね。いない？いないですね。まあちょっとでも気になるんでこれ査定しましょう、後で。確かに高そう。高そう。デザインめっちゃいいし、あとやっぱリザードン高いんだよね基本的に。え、これちょっと引きすぎじゃない？大丈夫ですかこれ。あ、北千葉さん。千葉さんはもういいっすね、何回見てるんで。おお、ちょっと、え、なんかやばそうじゃない。あー、アローラキューコン、かわいい。めっちゃいいっすよね、アローラのキューコンとロコンはマジでかわいいんですよデザイン。絶対翡翠地域よりアローラ地域の方がいいよね。はい、アローラの方がかわいいっすね。来たよ、トレーナーチャンス、いきます。はい、うわ、スパークさんか、一番やってもうたじゃん。これはやってもうてるな、名前だけ出ちゃうっていう。先にね。もうちょっと押し出した方がいいな。え、これそれまでエグいっすよ。 SR じゃない SR? 木肌？さすがに。うわ、ズミさん、うわ、めっちゃずる賢そう。ズミさんが出てきた、これは絶対違うわ。やっぱ女の子キャラの人気がすごすぎてね、もう男見ただけで、ああもう違うわってなりますもんね。うわ、来た来たぞ、トレーナーチャンス、いきます。斉藤さん、斉藤さん高そうじゃないですか。斉藤さん結構なんかかっこいいね。斉藤さんでも結構あれっすね。どうなんだろう、まあ、安そうかな、まあ、一応置いときます。女の子だしなんか普通人気ありそうっすね。確かに人気ありそう。ここのオリパめっちゃトレーナー出ますね。ジェラルドン、ジェラルドンもなかっこいいんだけどな。お、来た、トレーナーチャンス、いきます、いきますよ、思い切って。ジュン、いや、ジュン、ライバルだ、ライバルジュン。いやー、これもっと引きたいぞ。せずながもういくらか気になりすぎて落ち着かないっす正直。今早く調べたい。お、え、イーブイ、イーブイ、イーブイかと思ったら、これ初めて見た。これあれっすね、よくあのヒカルさんが引いて出してた、あのこいつが SR だったことは結構あったんです。ああ、なるほどね、はい、パックからね。そうっす、1ボックスで いつも発狂してました。お、え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 、SR? え、これあれか、 HR か、この光り方は。あー、影月きた、うわ、出た、これ四天王っすね、確か影月さんか。お、お、え、お、来た、これ当たりじゃない？なんかエナジーボールかなんかあるっすよね、エネルギーか、エナジーボールあったね、エネルギー。うわー、
来そう、当たり、当たりだ、霧の水晶やったー、引いた。え、これ高そうね、めちゃめちゃ高そう。対戦とかでもしかしたら使うかもしれないですね、これ普通になんか効果良さそう。そうっすよね、うん、僕ら対戦やらないんで全く分かんないんですけど。うわ、でもこれ3枚入ってるんでね、普通にポケカで対戦やりたいけどな。やりたいっすよね、やりたい。ジュペター、出たよジュペターね、絶対楽しいもんな。やっぱガンバとかめっちゃ強いんですかね、効果。そう考えたらどうなんだろう。あ、ウーラオスね。え、かっこいい、連撃ウーラオス。でも当たり前したらえぐいな。それスズナとちょっと引きすぎてますね。あれは確定だもんな、霧の水晶っすよね。うん、はい、来ました、また。うわっ、え、これはダメだ、この…この…やばいって、佐々木さん、これあれ引いてしまった。え、これはやばい、この天才はダメだと思ったのに。え、これソニアの角だったんですね。だからソニアの角だったの。これやばい、あの小僧の方の角かと思った。小僧、子供みたいなやついるじゃん、角出てるやつ。あ、いますね、うん、あ、そっちかと思ったんですね。俺もなんか全然当たりじゃないと思ったのに。やばー、いや、角生えてんだ。来ました、ソニアさん。しかもソニアさんも、まあ、スズナさんもそうなんですけど、1枚しか入ってなくて、なんならソニアさんに関してはこのオリパの一番画像の一番上に大きく載ってるんですよ。一番大当たり級だよね、多分。はい、これはやばい、ガチで嬉しい。え、引きやばすぎません？やばい、ちょっとえぐいっすよね、これ、さすがに。ソニアとスズナってもう、じゃあもうムビモザ引いたらもう終わりじゃないですか。神セブン揃っちゃうんじゃない。全然いけます、マジで。この調子だと。あ、ええ、さすがに霧の水晶とかいう。うわー、ルアーモジュール。あー、これなんかこの間調べたな。確かにあんま高く、1000円ぐらいですよね、確かね、うん、確かそんな高くなかった気がします。さあ、次次、やばい、もう気持ち的に楽すぎる。あ、マージョね。え、やば、ソニアとスズナいるのが強いわ、ちょっと。え、これルギアじゃない、さすがにそんなに簡単に。うわー、あー、かわいい。かじゃあ、笹木さん引いてくださいって、僕の代わりに。どういうことな。で、佐々木さん引き最近悪すぎません、ちょっと。え、あ、いいよね、佐々木さん。あ、びっくりした、引き会見入ってた。佐々木さん最初に引き悪いっすよ。だからそれエンタメじゃん、佐々木さん最初に出して。そういうことだよ。そうしないと、だってもう動画きついでしょ。なるほどなるほど。え、やばい、いいゆいの嵐入ってきた。うわ、おー、いいゆいだ。おー、いいゆい、やばい、もう気持ちが楽すぎる。ここで南條とかね引いたら、えぐい。ユーマザとかね、もう一人。はい、あー、マスタード。びっくりした今、ちょっとこれ画面越し見たらなんじゃもかと思った、マジで色的に。まあ、でワンチャンあるっすからね、マジで。あ、オンバーン、うわ、やば、マジ嬉しい。ちょっとソニア引いたのは嬉しすぎる。なんじゃも誰もまだ手にしてないもんな、はあ、あ、これ HR か。うわ、メリッサ、さすがにそれはポルノグラフィティだ。って言うよな、メリッサ出たら。あ、これ霧の水晶来ますよ。はい、お、レッドボール。 え、これ良さそう、高そう、全然良さそう。ただ当たりにはないんですけど、まあ1000円2000円ぐらいはつきそうじゃないですかね。中当たりぐらいはありそうな感じ。わ、全然めっちゃいいやん、これ。いい引き、お、うわ、来た、来ました。いや、マジでこれちょっと見たいんだけど、普通に。ちょっと一回いきますよ、本気の本気で。ミモザ出します。はい。ああ、だいぶ年取ったな。しかも性転換してるし。うわ、やばい、ラスト2パックだ、もう早っ。うわー、偉大な牙、こいつもよく出ますよね、 SR パックで。出るね、こいつ出た時の虚無感すごいからな、マジで。最後ワナイダー来るんちゃう。いやいや、そんなやばいっすよ、そんな引きしたら。あ、デカヌちゃん名人出てきた。はい、ということで、結果が斎藤ソニア紫水晶スズナリザードン V スターと。これちょっと一回査定しますか。これやばいぞ、今回当たり。 まずここはもう確定じゃないですか、だって確定で高いで、これも当たり入ってる。で、これがちょっと謎、斎藤さんはもう多分ないっていう感じで、ちょっと一回じゃあ査定します。はい、ということで査定の方が終わりました。驚愕の事実が発覚しました。まあ、まず値段順からいきましょうか。はい、まあ、もちろんこの中で言ったら、あ、でも斎藤さんと多分キリナ水晶は一緒ぐらいかな。斎藤さんは4000円ぐらいで、キリナ水晶は4500円ぐらいでした。まあ普通に当たりっていう感じで、まあまあ元3000円なんでね、後出てるね。はい、全然ありありのありって感じで。やっぱ斎藤さんちょっと高かったんですけど、これの前の1個前の斎藤さんが結構高かったっす、1万超えてたんで。で、次リザードン V スター、こいつですね。こいつの買取金額
販売か買い取りかどっちか分かんないんですけど、まあ、大体6500円ということで、うん、まあその辺なんで、まあ、結構当たりっちゃ当たり高いですね、やっぱリザードも、ね、はい。そして次ここ2つ、まあさすがに鈴名さんが入ってきました。ここで鈴名さん買い取り金額、まあ販売かな2万1000円。うわーうわーすごい当たりすぎる、めちゃくちゃ高い。やっぱ鈴名可愛いですからね。可愛い、このラファさんピース、確かヒカルさんが言ってたこのラファさんピースで2万円を獲得したと。指長っ、ピアノ絶対やってるわ。いや佐々木さんこれ遠近法っすどう見ても指長っ、こうしたら俺も指長く見えるじゃないですかはい、ということで最後なんですけど、ソニア姉さん、皆さんこれ驚かないでください。あの多分ですけど、まあこれ多分調べたんで、僕と佐々木さんで多分間違いはないと思うんですけど、うん、なんと買い取り、まあ販売かな、販売金額なんと驚愕の11万円でした。えぐこれやばいぞ、えぐ11万引いたんですよ、えぐやばくないですか。やばい、さすがに。でもソニアは高いもんね。高いで、これ PSA10 とかになったら多分20万とか余裕で超えるわけですか。超えるね。25、まあ、下手したら30いってるかもしれないですよ、うん、で一番の当たりだった多分、ソニアさんを今回ね引いちゃったということで、まあこれで多分ヒカルさんの体調も多少良くなるんじゃないかなと思います。だいぶいい引きしてね、今回まあフクフクトレカさんで引かせてもらったんですけど、で多分このハズレの SR とかもう多少値段になるんじゃないかなと思うんですよ、うん、SR なんで言ってると多分500円とか、なるよ、ね、300円200円にはなると思うんで、まあそこまで悪くなかったんじゃないかなっていう感じで、そんな感じでね、今回はソニア鈴名を引いたんで僕は大満足の結果ということで、皆さんもよかったらねぜひ買ってみてください。はい、そんな感じで終わります。ありがとうございました。